国会ではテロなどの犯罪を組織的に準備した段階で処罰が可能になる、いわゆる共謀罪について、民進党が金田法務大臣を集中的に追及しています。条約につきましては、過不足なく担保するる方針であとということを そして具体的な法案の内容は現在検討中であることということを申し上げて、えー、来たつもりであります、はい、政府は国際組織犯罪防止条約を批准するために国内法の整備が必要だと主張していますしかし民進党は政府が検討している法案には条約で定められたテロ対策以外にも 幅広く処罰の対象が含まれるのではないかと追及しました。それに対して金田大臣は、条約については外務省に聞いてほしいなどと繰り返し、委員会はたびたび中断しました。